はい令和4年第1回担当式本試験管理会計論の公表と解説の方を始めていきたいと思います。担当アレックセン,ン講師日光氏二俣です。本日もよろしくお願いします。はいえー、皆さん本試験お疲れ様でした。まあ今回の本試験に関しまして簡単にまあ公表と解説の方を進めていきたいと思います。まずまあ全体の公表なんですけれどもまあ、今回の試験はねここ最近の試験の中ですと。 まだ比較的、ね、ちょっと解きやすい内容にはなっているのかなととはは思いいます。まあ、とはいえ、ね、もちろんその管理会計、まあ、時間制約の厳しい科目となりますので、まあ、1時間という時間制約の中で全て解ききれたという受験生はほぼ、ね、いないのかなとは思いますからあの何かしら、ね、その勘で答えなければいけない部分は出てくるとは思うんですけれども、まあ、とはいえその前回の試験とかと比べてみると、まあ、その勘で答えなければいけない問題の数とかっていうのはかなり減ってくるかなとは思います。 結構今回は、ね、その理論問題が簡単になっているのであのそこで、ね、変に時間が取られずに済みますから少し計算に、ね、あの回す時間といいいいうののがいつももよりも増えているのかなとは思いま,すまた計算問題に関してもあのすごく難しい問題も中にはあるんですけども、まあ、ものすごくその反面、ね、簡単な問題も中には含まれているので、まあ、解くべきもの解かなくていいものというところが、ねまあ、割と明確に分かれていて。 でまあ、解かなきゃいけない問題っていうところにしっかりリソース割いてでそこをしっかり正解することができていればねあの合格ラインには乗っけることができるのかなとは思いますのでやはりね、まあ、いつも言ってることではあるんですけどもあの問題を取捨選択するっていうところがかなりね大事な要素にはなってくるのかなとは思いますで今回の,あの具体的な目標点数なんですけど、まあ、こちらですね、まあ、57.5点っていうのをね一応現時点では出しています まあいつも通りではあるんですけど、まあ、正当可能性高中・低の3段階に分けて、まあ、この配点、まあ、正当可能性高のものが49点、まあ、中のものが27点低のものが24点という形で集計をしていて、まあ、それでに正当確率っていうのを掛け算し期待値を求めたものがこちらになります、まあ、50点後半から60点弱ぐらいの点数が問れていれば、まあ、合格ラインには乗っかってくると考えてください 具体的な問題数とかでいうと、まあ、理論で8問のうち6問で計算で4問ぐらいね正解することができていれば、まあ、こちらの点数っていうのは確保することができるのかなとは思いますので、まあ、今回のね、まあ、問題でいうとやはり理論で6問っていうのは取りたかったかなとは思いますあの結構6問的とね厳しいなって思う方もいるかもしれませんけど、まあ、過去問と類似の足っていうのもね出ていますしでそんなにあの。 判断に悩むような問題っていうのがそう多くはないので、まあ、割とねあのもうスパスパとね丸×っていうのを切ることができる問題が多かったような印象を受けますんでね、まあ、しっかり1問1答とかをね、まあ、何回転もされてる方であれば8分の6っていうのを死守することはねそこまでむちゃくちゃ高いハードルにはならないのかなとは思います一方の計算の4問がこちらがねどちらかというと問題になってくるのかなと思うんですけど まあ計算の4問っていうのを死守するためには、まあ、とりあえず問問問題題題とは絶対取らななきゃいけないけです。一応各問題に対するコメントとか正当可能性っていうのを簡単に載せているんですけども、まあ、問題4の個別原価計算と問題8の標準原価計算ですね、まあ、この2問っていうのはなんとか取りたいかなともう正当可能性こうのものになりますね。 あとの問題はね一応中と低っていう風にね評価されるものになってくるんですけど、まあ、とはいえね全部その取り抜くいかっていうとそういうものでもなくてあの時間のかけ方の問題になってくるのかなと思います例えばまあ問題2とかね日目別計算になりますけどまあ確かに見た目は難しいんですけれどもあのこれについては時間をかければ解けなくはないのかなとは思います反対に問題6なんかはねこれはちょっと 第二工程で副産物が出てくるっていうパターンになるのでやったことがないとねなかなかそのパッとやり方が思いつかない可能性はありますね。まあ、追加の加の工工程においてててて終点においい副産物が出てくるっていうケースでこの副産物の売却価格っていうのを含めて分離点の NRV を求めなければいけないっていうそこの発想に至れるかどうかなんですね。このパターン自体はねおそらくやってる受験生ってほぼいないとは思うんですよ。 だからまあ現場である程度対応しなきゃいけない問題になってくるのかなと大体、だいたい連酸ピンの計算で副産物が出てくるようなケースっていうのはその分離点においてね、副産物が出てくるっていうケースがほとんどなのかなとは思うので、追加の加工工程の終点においてね、副産物が出てくる場合は、この副産物の売却価格も含めた上で分離点の NRV を求めて、連結原価の安分を行っていかなければいけない、そこはちょっとね、応用力が試された問題なのかなとは思います。 ただまあそこに気づけさえすればね、まあ、連結原価の計算はねあのちゃんと慎重に対応してもらえればね正解できるとは思うので、まあ、連結原価が合っていればねあと NRV さえあればあの選択肢の1番っていうのを選ぶことはできるんでね問題6についてはそこの実践的な、ね、応用力っていうところが試される問題だったのかなとは思います。 なんか一応正当可能性定にはしているんですけど人によっては別にこれ中とかねあるいは難しくないこうっていうふうに感じる方もいるとは思います結構ここは定にはしてるんですけどあの正解してくる受験生も一定数いるところかなとは思いますので、まあ、思いのほかねこちらが想定しているよりも正当率は高い可能性がありますねあと計算で言うと次の問題10ですかね品質原価計算 まあこれはレックの入門講座ではねやってる部分ではあるんで、あの、品質原価の分類についてはね、覚えてくださいねっていうご案内はいつもしているところではあるんですけど、覚えてた方は別になななてことといい問題なのかなと思いますただ、受験生全体で見たときに、品質原価計算でそもそもあまりもうね、平成28年以降、試験範囲として明記されなくなった分野なんで、予備校的に取り扱っていないというところもね、学校によってあるのかなとは思いますんでね。 まあそうなってくるとねあの全く知らないという感じになる方は思いますのでもう勘で答えるしかないとは思うんですけどもただまあ問題10についてはねあのせっかくできた方にとってはあんまりいい情報ではないかもしれないんですけども一応その回答が3番になるのであの大体分かんない時に3を選ぶって方は多いんでねやはりねだからまあ知らなくてもね意外と正解してるっていうパターンはありうるのかなとは思います。はい で次のの問題11の財務情報分析です、ね、まあこれはねむちゃくちゃ細かいことが問われてますね細かい計算がね、まあ、あの数字も細かいですし波数も出てくるっていうところで,で計算項目もむちゃくちゃ多いんでこれ選択肢4つね正誤判断問われてますけどちょっとこの問題に関して言うとちょっと作文者の方ねあのもう少し分量を減らすことができなかったのかなっていうねあのそういったちょっとあの疑問はあるんですけども。 私もこれ解説も作ったんですけどあの解説のページが4ページとかにわたるぐらいねあの計算項目が多いので問題11は正解できた受験生もいるとは思うんですけどただまあ全ての選択肢、ね、どこがどういう理由で間違ってるのかっていうところのそこの成功判断をききっっちり行たた上でで回答できた方といいいいうのははそんんななななに多くはないんじゃないかなと思います。まあ、選択肢の1番と2番はねあのそこまで時間はかからずに回答することができるんですけど。 あの3番4番あ3番とかではなくてあいうえおですかねあといがまああとで解説でまた見ていきますけどまああといがね割とすんなりとね正誤判断ができるところで「う」と「え」のどっちが間違いでどっちが正解かっていうそこの判別がね悩んだ方多いのかなとは思うので。 「まあ」が正解っていうところを軸にしながら、まあ、2番か3番かどっちが答えになるのかっていうね、まあ、その判断をする問題なんで、まあ、正当可能性低とはしてるんですけどとはいえね「あ」の正語判断と「い」の正語判断はそれほど時間かからずに対応できるはずなんで、まあ、実質的にはこの2択まで絞れるんでね、まあ、正当可能性は50%になってくるのかなと思いますから、まあ、実践的には中ぐらいのレベル感の問題にはなるのかなとは思いますけど。 ただ、きっちりね、あの選択肢を検証していこうと思うと、相当時間はかかる問題となりますので、まあ、ちょっと厄介な問題なのかなとは思います。だから、これについては、最悪別に間違っててもね、そんなに大きな問題にはならないといいますか、まあ、正当可能性はまあ低という評価をしていますので、まあ、間違えてしまった方もね、そこまで気落ちする必要性はないかと思います。で次のの問題12の CVP 分析ですけどこれについてもね損益分岐点の計算はそんななに難しくないただその一方で変動的資本とか固定的資本っていうのが出てきていてこの総資本に対して目標となる経常利益の割合が10%であるその時の製品 B の販売数量ですね求めなさいっていうのが問われてるわけですけどもそこについてはねあのなかなか正解するのは難しいのかもしれませんね。 まあこういうのが得意な方にとってはねあの割とすんなりと回答できるのかとは思いますけど、まあ、大多数の受験生にとっては結構厳しい問題だったかな,なとは思いますだからまあこの問題についても1個前の問題と一緒であの損益分岐点の、ね、計算結果によって、ね、選択肢を2つまで絞り込むことができるので、まあ、その2択のうちのどちらかっていうところで、まあ、勘で答えるってことになる方が多いのかなとは思いますから、まあ、正当可能性はまあ中という評価をしています。 あと計算だと問題16ですね16まあこれが難しいですねまあ線形計画を適用しなければいけない問題なので、まあ、しかもまあ2回適用しないといけない問題なんでまあ実践的にはなかなか回答することは難しいかとは思いますそもそもねおそらく問題16これ何が問われてるかはじめ気づかなかった方が多いんじゃないかなと思いますね 最適セーールスススミックスの決定問題であるっってていいいいううこととにまず気づけないっていうケースが多いと思例まば、まあ、それはもうこの問題番号的にね16番とかにあのこういった短期利益計画のための管理会見に関する論点が出てくるっていうのが珍しいんでね先入観としてねここって設備投資の経済性計算とかが出てくるっていう想定をしてる方多いと思いますからまず問題としてこれ何が論点として問われてるのかっていうのが、まあ、気づきづらい内容だったようには思いますね。 線形計画を適用するようなそういった最適セールスミックスの決定問題であるっていうそこにまず気づけるかどうかによってね、まあ、正,ああ正解できるか間違い、えー、正解できるかどうかっていうところはね、まあ、大きくかか変わってくるのかなとは思いますね、はいまあ、これはもう当然ね正当可能性低下なんで全くできる必要性はないです、まあ、各問題に対するコメントね、まあ、ご覧になる方はちょっと画面止めてね見てみてください よろしいでしょうか？で、今からね。まあ、具体的な問題の解説をしていきたいと思いますので、まあ、問題1から順次ね。見ていこうかと思います。けれどもまあ、問題1はこちらいつも通り原価計算の理論からの出題ということで。ま、生徒可能性はこうですね。あと、e、胃が誤りです。もうこれは簡単ですね。あについてはねまあ、原価計算精度は？ 財務指標の作成に必要な情報の提供のみを目的とするなんてことはまあありえないわけですから、減価計算制度の目的については基準の二番にも明記されてますよね。まあ財務指標のまあ作成であったり減価管理とかね、あるいは予算統制っていう目的が明記されているんで、まあ減価計算基準ねしっかりと読まれていた方であれば、まあ特段問題なく案についてはバツ足だっていう判断ができると思います。また B についてもね。 この差額原価、機械原価等の計算についてはこれ特殊原価調査として行う計算項目になってくるので、差額原価の計算やあるいは機械原価の計算というのは特殊原価調査として行うものになりますから原価計算制度に関する規定として原価計算基準というのは設定されているわけですからこれらの計算というのはあくまでも原価計算制度の取り扱う原価概念ではないですよと。 ま、原価計算制度によって算定するような項目ではないんだと。だから、まあ適用されるというところが誤りということになりますね。はい。問題1はね。あのここ最近のま原価計算の理論問題の中でも問題1って結構難しい印象を持たれている方多いと思うんですよ。まあ、実際、この基準の1番とかね。1番から8番ぐらいの間のものでね。何か出されることが多いので、まあ、この辺りの内容っていうのは結構抽象的な内容が多かったりしますから。 実際ね、正誤判断がちょっと難しめな問題が出てくる印象があるんですけれども、まあ、今回の問題1についてはここ最近の問題の一番の内容に関しては比較的解きやすい内容だったのかなとは思います、はい、で次の問題に非目別計算の問題ということになりますけれども非目別計算 まあ資料が多いんでね、ちょっと見た瞬間にやる気がうせるっていうのはあるのかもしれませんけれども、ただまあ、意外とね、そんなに時間のかからない問題となっています。で、注意事項として、まず選択肢のあで、材料費の計算が問われているんですが、まあ、この材料費、こちらの831600万円っていうのは、この材料の引き取り運賃っていうのを加味しなければ、この計算結果になるんでね。引き取り運賃の 購入原価からマイナスするっていう手続きを、まあ、忘れてしまった方はね、あのー、ここ青ね「丸っていうふうにつけてしまった方いるんじゃないかなとは思います、まあ、そこはね気をつけてもらいたかったところではありますね一応まあこちらの下書きを参考にしてもらうといいかと思いますけれども、まあ、平均法なんで まあこの払い出し、まあ、消費量が9,900、まあ、月末在庫が1,500、合計1万1 4 0 0キロで、これに対して、9804、100万円ですね、月初の材料の残高と当月の購入原価を合算してあげれば、まあ、9,804っていうのが求まりますから、1万1,400で割り算すれば、0.86っていうのが求まります。まあ、これを払い出し高、月末在庫に対して掛け算してあげれば、それぞれ金額を計算することができますね。 だから、材料費については、この8514というのが正解ということになります。はい、よろしいでしょうか。だから、部分的に材料費の部分だけね、本当にあの計算するだけであれば、引き取り運賃を、ね、マイナスするということさえ忘れなければ、まあ、特段難しい要素っていうのはないわけですよ。あについては、×足だっていうのは、そんなにね、正誤判断が難しいものではないです。で、次の、陳立債。 とかあるいは間接労務費の計算ですね。まあ労務費絡みの計算ですけど。まあ賃率債に関しましては、これまでもね。担当形式の問題何問か解かれてきたかと思いますけど。まあこの直接この消費賃金から賃率債というのを計算することになるわけですけど。まあ、この資料二番を使うことになりますね。直接この当月の勤務時間二百三十五万。六千二百時間。ここから。この。 離脱時間ですね、まあ、休憩時間って考えてもらってこの13万5600時間を引いた220万600時間っていうのが、まあ、これが消費,人消費賃金を計算する際のベースとなる時間ですね就業時間、まあ、この就業時間から、まあ、賃率債っていうのが発生するわけですけど、まあ、この就業時間に対して予定の賃率を掛け算してあげれば予定賃率に基づく消費賃金合計っていうのを計算することができますそのの金額からこの 当月支払いに当月未払いを加えて前月未払いっていうのを引いてあげたこの要支払額ですね3674100万円っていうのを引いてあげれば賃利債を計算することができます。これが実際の消費賃金ですよね予定賃率に基づく消費賃金と実際の消費賃金との差を取ってあげれば賃利債を計算することができるので。 ここの資料だけにねフォーカスすれば回答することができるということにまあ気づければね、まあ賃払債の計算っていうのもまあ正解することがまあできるのかなとは思います。で次の間接労務費九百八十三百万円というふうに示されてますけど、まあ、これは間接工の消費賃金の九百一とそれとこちらの工場長及び工場事務員の給料八十二百万円というのを加えた。 万といいう数値になっています間接工の消費賃金とこの工場長及び工場事務員の給料ですねこの両者を合算したものになっているんですけど間接労務費になる項目としては本問だと直接工の間接労務費っていうのもありますんで直接工間接労務費っていうのを集計すれば回答は当然違ってくるという話になりますんでうについてはまあ計算するまでもなく×だっていうことは分かるんですけども、まあ、直接工の 間接労務費としてはこちらの手待ち時間と直接設備保守点検時間ですね、まあ、これが間接作業時間ってことになりますんで手待ち時間と間接作業時間ここから直接こう間接労務費が生じることになりますんでね、まあ、それも集計していけば間接労務費の金額はこの選択肢で与えられた金額とは違ってきますよと。はい、だから、 あと、うが誤りなんで、もう経費については計算するまでもなくね。まあ、二番が正解、あ、二番というか、その。あと、あと、うが誤りなんでね。まあ、これ、誤っているものを選ばなければいけない、ね、いけないんで、二番が正解ということになります。はい。結構、ここもね、ちょっといやらしいというか。あの、誤っているものを選ばなければいけないんでね。あのー、結構、このあたりね。くだらないきっかけではあるんですけれども、最後の最後、まあ、選択をね、間違ってしまうということがあり得るので。 あとまあついでに経費についても見ておきたいと思いますけど、まあ、経費についてはこの資料4番の中からね、まあ、製造原価に関する経費の集計を行うことになるので、まあ、どれがねあの経費なのかっていう、まあ、要は間接経費を集計するっていう形になりますけど直接経費は特に書かれてないんでね 間接経費としてはこの工場用の福利施設負担額の15と工場事務等の修繕費と工場設備の減価償却費これらを集計してあげれば間接経費595っていうのが求まりますからねこれが正解ということになりますねよろしいでしょうかで次の問題3 個別原価計算に関する問題ということになりますけれども、まあ、選択肢の「あ」と「う」が誤りということで「まあ」あは簡単ですね直接費なんで配布ではなくて「負荷ですねもう配布と「負荷の入れ替えはね必ず気をつけてくださいねってことはご案内していたかと思いますけども直接費ですから当然「負荷ということになりますまた「う」についてもね、まあ、原価債の会計処理としてそもそも原則としては売り減に「負荷ですから 売りと期末の在庫に対して科目別に配布しなければならないっていうのはおかしいですよねそもそも原則として売り減負荷だし多額の減価債に関しましても個別減価計算を採用しているんだったら売りと期末の在庫に対して配布をするときに科目別の配布と差出所別の配布っていうここの選択適用だったわけですからねだからこれは2つの意味で間違えてるんですよねそもそも原則は売り減負荷ですし まあこの容認処理の多額の原価債が出た場合の会計処理としても個別原価計算を採用していれば科目別配布かあるいは差修書別の配布かの選択適用になっているんで科目別配布を採用しなければならないとするこの記述は誤りだってことが分かりますよろしいでしょうかで次の問題4ですね問題4、まあ、個別原価計算の問題ということになりますけども まず注意事項としては、この基準操業度の選択、生産と販売を考慮した比較的短期の操業度を選択すると言っているので、まあ、これ予定操業度のことになりますよと、まずそこ、ね、理論的な解釈がちゃんとできるかどうかですね。期、ま、待、あ、実際操業度であるこの予定操業度と呼ばれるものですね、9600時間を適用する。1728万割ることの9600時間で、まあ、1時間あたり。 1800円っていう予定の配分率が求まりますので、まあ、本問ではね、あのー、別に直接労務費と製造間接費っていうのを分ける必要性はないですね。問われていることに対して回答するだけであれば、直接労務費と製造間接費を合わせて加工費っていう括りで計算してあげた方が手っ取り早いです。ただまあ一応ね、直接労務費製造間接費と区別した上で、まあ、原価計算表作るとこうなりますよと。 まあポイントになってくるのはこのナンバー100の作業屑と子孫次品の評価額ですかねナンバー100から作業屑と子孫次品っていうのが出ていて子孫次品についてはこれは30%が実際の材料消費量の30%が子孫次品となっているという話なんでこの800キロに30%を掛け算してあげたまあ240キロですねこの240キロに 1>, 1キロあたりの子孫自品700円というのを乗じてあげれば子孫自品の評価額を計算することができます、はいまあ、計算すればこちら16万8,000円というのが求まりますねで次作業くずについても。 この実際の材料の消費量のうち5%って言っているのでこ8 0 0キロに5%を乗じてあげた4 0キロ1キロあたり500円っていうのを乗じてあげれば作業クズの評価額を計算することができて、まあ、これをナンバー100からマイナスしていけばいいということで、まあ、この原価計算表ですね、まあ、こういったものを自分で作れるかどうかですねただまあ本もねあの一番効率的なのはなかなかこんな回答難しいかもしれませんけど、まあ、原価債の合計が何気に 一番計算が簡単ななののかなと思います、まあ、もちろん、ね、この選択肢の5番とかの方が計算簡単ですけども、まあ、原価債の合計についてもそんなに時間かからないというかこのナンバー100からナンバー201までの、まあ、材料の消費量合計 3000kg、まあ、これに予定の価格を乗じて実際の直接材料費を引いてあげれば価格債を計算することができるそして加工費の際もう直接労務費と製造・間接費を合わせて加工費の際ですね それはこの全体5700時間に加工費の配布率1時間あたりこの1900円の直接工の消費賃率と製造間接費の予定の配布率さっき求めた1800円を合わせた3700円というのが加工費の配布率なんで3700円かけることの5700時間そこから1085万と1023万引いてあげれば加工費の配布債というのを計算することができるんでね。 まあ別に材料費と加工費でそれぞれ、ね、価格債と加工費の配布債とかを分ける必要性もないんでねあの予定の価格に基づいてこの3000キロを評価し加工費の配布率にこの5700時間を掛け算し両者の合計金額と、まあ、こちらの実際の合計金額との差を取ってあげれば減価債合計を算定することができるんで、まあ、実はこれが一番面倒くさくないのかなとは思います、はい、よろしいでしょうか。 あの声の計算はね。こちらの原価計算表を確認しながら復習してみてください。で、次の問題4。移っていきたいと思います。けれども。まあ、問題あ問題5ですね。すいません。問題5を見ていきたいと思いますが、問題5は選択肢のあといいが誤りで。 もうここは、ね、過去に類似の問題が見たことあるかと思いますの、ね、で類似の問題が過去に出ているんであので過去問とかをしっかりとやられていた方であれば、ね、あのすんなりと整合判断ができたと思います。まあ、特にこの期間投入量の部分なんかは、ね、あのもうはっきりと過去に、ね、あの2回同じ引っ掛けが出されているのでもう一問一答の過去問の部分とかで、ね、あの目にしたことがあるかと思いますから、まあ、ここは、ね、確実に正解できるというかこれ罰足だという判断ができると思います。 でこの「あ」についても個別原価計算とは異なりって書いていますが、まあ、個別原価計算に準じてっていうところがね正しい表現となりますんでねでこの部分についてもね全く同じ「足っていうのは見たことないかもしれませんけど、まあ、昔そういったねあのここの規定についてねこの部分を入れ替えてくるような引っ掛け問題っていうのは他に出たことはあるんでね だからまあその過去問とかをやっていた方であれば、まあ、ここの部分についてはね何か入れ替えが生じるっていうねそこのあの注意のね目を向けることができたかと思いますんで罰だっていう判断をすることはさほど難しくはないのかなとは思います、はい、よろしいでしょうかで次問題6ですね連算品の計算ということになりますが まずはね何はともあれこの問題に関していうと完成品6 0 0 0ですね、まあ、この結合原価を計算できるかどうかですで今回、まあ、正常原損が平均発生していてでなおかつ原価配分法としては平均法が問われているということで、まあ、このようなボックスに基づいてね、まあ、計算を行っていくことになります、まあ、原料費について、まあ、完成品月末正常あすみませんここ原損ですね正常原損に対して金額を配分する で加工費については、正常減損は工程の視点から終点にかけて平均発生なので、まあ、加工進捗度50%時点で減損が出たものとみなして加工費の計算を行うことになります。まあ、だから3 0 0キロかけることの5 0の1 5 0キロが加工換算量ということになりますね。で完成品月末、正常減損の加工換算量合計6 7 5 0 k ロ、まあ、月初と当月の加工費の合計を。 6 7 5 0キロで割り算すれば1キロ当たり1,740円っていうのが求まりますから、まあ、この単価を使って完成品月末正常減損の評価をしてあげればいいと。でポイントとしてはこの正常減損費っていうのを安分する分の基準ときに安分の基準としては、まあ、これは完成品と月末仕掛か,かり品の加工換算量を使うことになりますね。正常減損が平均的に発生するということは加工進捗度が進んでるね。 製品ほどより多くの減損の発生原因になっていると考えられますんで完成品 1kg と月末仕掛か,かり品 1kg が負担すべき正常減損費いううのは違うわけですよ完成品と月末っていうのは進捗度が違うわけですから 1kg あたりが負担すべき正常減損費は異なるわけですからそれを計算に反映させるためにね加工進捗度っていうのを加味した加工換算量ベースで正常減損費っていうのを安分していくのが望ましいんだと。 で、結構ね、皆さん先入れ先出し法とかをやってることが多いので平均法っていうのはたまに解くとねやり方忘れていたりするんですけども平均法で正常減損費を完成品と月末の両者に配分する時には完成品から月初仕掛か,かり分を除くとかっていう計算やりませんからね、まあ、それは先入れ先出し法特有の話になりますから完成品 6000kg と月末の換算量6 0 0キロを基準として安分しなければいけないここの安分の基準値の取り方ですね、まあ、注意が必要です 平均法はね、月初と当月投入っていうのを区別しない原価配分法になりますんで完成品から月初仕掛か,かり分を除外するなんていう手続きはやらないわけですよ。まあ、それは平均法の考え方に反しますからね。先,入れ先出し法特有ののね、まあ、計算の考え方になってきます。この正常減損費の安分の基準値の取り方も間違えなければ結合原価こちら3627万というのを算定することができる。 そしてこの3627万をこの C 半製品とあと B 製品に半分していくでその時に先ほどご案内した通りねこの C 半製品の NRV を計算する分離点における正常歯科を計算する時に追加の加工工程の終点で生じる副産物の売却価値も考えてあげる必要性がありますね、まあ、終点でね副産物になるだけなんでね まだこの分離点の段階だと別に副産物とかになっているわけではないので分離点までに発生した連結原価っていうのを安分する対象にはなってくるわけですよだから最終的なその副産物になるものの売却価値も含めた上で NRV を求めてあげる必要性があるここがとにかくポイントここの副産物の売却価値ですねこれを加味しなければいけないと衛生品の最終的な売上げ これと副産物の売り上げその合計から追加の加工費を引いて分離店における NRV2145 万っていうのが求まりますで B 製品もまあ同様に、まあ、B 製品は特に追加の加工とかありませんので分離店のものがそのまま外部に販売されるだけですから B 製品の売り上げ高これが NRV ということになりますでちょうどねこれどちらも NRV っていうのが同じ金額になってるんで1対1の比になっているわけですからこの NRV C 製品と B 製品に対して安分する連結原価の金額っていうのは同じになるわけですよ。1対1の比で3,627番っていうのを両製品に安分していけばいいということになりますんでねだからまあ数字はちょっと大きいんですけど、まあ、こういう比を取ってあげればね別に計算の手間はないのかなと思います。万5000っていうのが A 製品といいますか、C 半製品に対して安分される金額ということになります。したがって、1番が正解ってことになりますね。まあ、これね、ちゃんと計算合ってる方でも1番選ぶのってかなり不安だと思いますね。これ私も解いてて、ちょっと合ってるのかなっていうふうに一瞬ね、あの心配になりましたから。 まあ一応2番以降ねちゃんと検証すれば間違ってるってことは分かるんですけれどもいきなりね正解が1番に来るってこの手の問題ではそう数が多くないんでねあのちょっと違和感あったかもしれないんですけれどもただまあそこはねちょっと自分の回答に自信を持ってほしかったかなっていうところですねよろしいでしょうか一応の残りの計算項目についてもこちらにまとめているのでまあ売上総利益とかね各製品ごとの 計算をやってみたいって方はこちらを参考にしてみてください。で次の問題7、標準原価計算の理論ということになりますが、一応今回の理論問題の中で唯一ねこの問題だけ中という評価をしています。ただまあ、中という評価はしたんですけど、まあ、個人的にはかなり高に近いかなとは思っています。ただまここまで高にしちゃうとねあの全部高になっちゃうので、まあ、何かしらねやっぱりそのミスっていうのもあるでしょうし。 あの全部が全部解けるかっていうとそういうわけにいかないでしょうからね、まあ、そういった全体とのね兼ね合いも考えてね、まあ、この問題については中っていう評価をしています相対的にこの問題が一番ね正誤判断に時間かかるんじゃないかなとは思います。まあ、とはいえ「い」は簡単なんでね「い」はこれ理想標準原価かあるいは現実的標準原価かっていうのが、まあ、標準原価計算制度における標準原価であるって言ってるんですけど。 まあこの理想標準原価は原価計算制度としてはね、まあ、原価としては認めていないものになりますんでね標準原価計算制度を採用するのであれば現実的標準か正常原価かのどちらかということになりますから、まあ、理想標準原価というところでねもう罰出しだってことがわかります。で「う」についてはねここの「正常原価」に関しては正常な価格水準理想能率水準実際的生産能力基準っていうね、まあ、ここの話が間違ってる。 まあ理想って言葉がねもう明らかに怪しいなっていうのはわかるのかなと思いますけども、まあ、正常な能率水準やあるいは平均創業度っていうのを組み合わせて設定されるのが正常原価ってことになりますから、まあ、仮にねこの組み合わせのところがわからなかったとしても、まあ、理想というねここの表現で違和感を覚えることがまあできるのかなとは思いますんでね、まあ、しっかりねあのー、勉強されてる方であれば正解できるのかなとは思います。はい ただまあ一応正当可能性は中なんでまあ間違えてもね、まあ、この1問ぐらいだったらまあ全然しょうがないかなとは思います、はい、で次の問題8標準原価計算の問題で、まあ、これは絶対死守しなければいけない問題ですね、まあ、特に何も引っ掛け要素がないのであの素直に回答していけば正解にたどり着くことができる問題です まず選択肢のあというか、空欄のところ、まあ、この消費数量債の計算が問われているわけですが、まあ、この標準消費量が5キロで、まあ、この当月投入が2500個ですから、5キロをかけることの2 5 0 0個で標準消費量ですね、まあ、算定することができて、1 2500キロ、そこから実際の消費量1 2600キロを引いた100キロの不利債、これを1キロあたり600円という単価で評価すれば、6万円の不利債というのが。 空欄あに入る、ね、答えとして求まりまりすあは6万ですと。で意、e、について直接材料費、まあ、これは2,500個の標準直接材料費を仕掛か,かり品勘定に振り替えていけばいいので1個あたり3,000円かけることの2,500個ですね、まあ、これを計算してもらったら750万円っていうのが求まりますよと。また加工費の標準配布額、まあ、これは当月の加工換算料ですね。 当月の加工換算量を算定すれば2,550個と求まりますからここに1個あたり2,000円っていうこちらを掛け算してあげれば加工費の標準配布額510万円っていうのを計算することができますんでねもうサク,あのサクサクね計算はできるかと思いますで空欄へのところ製品勘定に振り返っていく金額なんですけど、まあ、これは正常な 資損時費っていうのを原価標準に組み込んであげると、まあ、完成品に対して3%が資損率として設定されているので、まあ、5000円かけることの1プラス3%で5150円でこ,のこちらの単価を使って2600個を評価していけばいいので、まあ、空欄 A に入る金額ですね、まあ、5150円かけることの2600を計算してもらえればいいと、はい、そして異常資損時費ここは最後の計算項目ですけど 完成品の3%が正常子孫なんで2600に3%を乗じれば78個が正常子孫、まあ、残り22個っていうのが異常子孫ってことになりますから、まあ、この22個かけることの1個当たり5000円っていうのを計算すれば11万っていうのが求まりますんでまあ空欄は11万ですよと、はい、よろしいでしょうか、まあ、以上が問題8ですで次問題9 管理会計の基礎知識に関する問題ですが、まあ、意と絵が誤りで、まあ、ライフサイクルコスティングは、ね、そんなに詳しく知っている方はいないとは思うんですけども。 まあ入門の講座とかでもねほんの少しね触れた部分ではありますけども、ただまあ考え方はね比較的分かりやすいですよね。まあ、製品が生まれてから廃棄処分されるまで、まあ、もっと言うと生まれる前からですかね、まあ、研究開発の段階から最終的に廃棄処分されるまでにかかるトータルのコスト、まあ、これをライフサイクルコストって言い方をするわけですけど、ライフサイクルコスト全体のこの最小化っていうのを図っていく、それがライフサイクルコスティングっていう手続きになってくるんですが。 まあこの供給者企業ってことになりますけど、まあ、企業が考慮しなければならないのはこれは全社の意味でのライフサイクルコストのみであるって言ってるんですけども全社、まあ、っていうのはこのサービ製品サービスの供給者側から見たライフサイクルコストライフサイクルコストっていうと、まあ、この企業側で発生するものだけではなくお客さんがね製品を買ってから使っていて最終的に廃棄処分にかかるお金も含めてね ライフサイクルコストってことになりますんでそのトータルの最小化っていうのを図っていこうという考え方になりますから企業側で発生するもののみそこを加味するわけではないんだとまあライフサイクルコスティングがどういうものなのかっていうねそこの概要が分かっているだけで整合判断はできると思いますで、例については経営レバレッジ係数これは損益分岐点に近づくほど小さくなるって言ってるんですけど大きくなるが正解ですね ま経営レバレッジケースこれは売上高の増減率よりも営業利益の増減率の方がね大きくなりますよっていうそういった現象なわけですけれどもこれは売上高が損益分岐点に近づけば近づくほど売上の増減に対するね営業利益に対して与えるインパクトっていうのは大きくなっていくんでね損益分岐点付近っていうのは営業利益がほぼゼロに近いわけですからね 売上がちょっとプラスアルファで乗っかってくるとね営業利益っていうのが一気に何倍にも膨らむわけですよだから損益分岐点付近においてね売上の増減に対する営業利益の増減割合っていうところはより大きくなっていくんです。あるいはそもそも経営レバレッジ係数っていうのが安全余裕率の逆数だっていう計算のやり方分かっていればね損益分岐点に売上高が近づくってことは安全余裕率っていうのが小さくなっていくわけですから。 安全有率が小さくなればその逆数である K レバレッジ係数は大きくなっていくっていうねそこの計算からのアプローチでね整合判断はできるかなと思います。はい、これが問題9と。で次の問題10品質原価計算の問題で、まあ、こちらはねあの冒頭でも申し上げました通り分類が分かってるかどうかというところになりますんで、まあ、こちらの分類ですねもうまとめていますけども。 まあこういう分類ができたかどうかですね確認をしてみてくださいもう知ってるか知らないかがすべてなんで考えてどうこの世界ではないですね一応まあ注意事項としてはこの製造工程自体の検査費とか製造工程の改善費っていうのはこれ予防減価になるっていうねそこの判断ができるかどうかがね一番難しいところだったのかなとは思います、はい、特に製造工程自体の検査費っていうのはね検査って言葉がついてるんで評価減価かなっていうふうにちょっと思いきや 製造工程そのものに問題がないかどうかをチェックするっていうのはあらかじめそういった不良品が出ることを防ぐためにやってることになりますんで予防原価という取り扱いになってきますよとよろしいでしょうかで次の問題11まあこれがね問題児と言いますかまあ厄介な問題ですねまあ面倒くさいですよかなりね冒頭で申し上げました通りあの選択肢の あと「い」はねそこまで時間はかからないのであのこの2つをね正誤判断してあとはまあ2択でねどっちが正解かっていうところを勘で答えることになるのかなとは思います。まあについてはねこちら売上高経常利益率と総資産回転率ですね 2000×1 年のそちらの数値の計算が問われているわけですけれども。 一応まあ計算式載せておくとこちらになりますね。まあ、A 社と B 社ねそれぞれ計算しなければいけないのでまあかなり面倒くさいですね。どちらか片方でいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。あんまり2つね聞いたところで意味がないですからね。やみくもに作業量が増えるだけですからあんまり質的にはね、あのー、いい問題ではないのかなとは思うんですけども。 ただまあこういった問題はねあのー、とにかくはまらないようにするっていうのが大事ではあるんでね、まあ、ここにね時間をかけすぎてしまって最終的にうとへの正合判断がつかないっていうのは非常にもったいないですからね、まあ、そういう実践的な感覚っていうところも試されてるのかなとは思います、はい、選択肢の意、e、についても流動比率、まあ、計算するとこちらになりますよと。 で当座比率はこちらになりますよということで、まあ、復習される方は、ねまあ、画面止めて、まあ、計算、ね、やってみてください。で選択肢のうが、ね「う」がちょっと難しいというか A 社 B 社の純資産の経常利益率、まあ、これ純資産を分母にとって分子に経常利益をとってるんですけどあの皆さんが、ね、知ってる論点として ROE の展開式ってありますよね。あの ROA+ROA−R×E、e Ro e e、分の D これに 1−T を掛け算する、まあ、こういう ROA、e、と ROE の展開式っていうのを学習したかと思うんですけども、まあ、今回ねあの純資産の計上利益率になってるんで自己資本純利益率とは違うんですけど厳密にはね。 ただだそれの代用と考えてください。ここを ROE って読み替えてもらって ROE とこの総資産営業利益率 ROA ですねその両者の関係性が問われているわけですよ問われてるのはここの話なんですね、まあ、両者とも財務レバレッジはプラスの方向に作用しって書いてるんですけどこの財務レバレッジがプラスの方向に作用するかどうかっていうのはここの小括弧の中身次第なんですよね 負債の利子率よりも ROA が大きければ財務レバレッジっていうところがプラスの方向に作用するわけですけども、まあ、ROA、e、の上昇っていうところをもたらすわけですけども ROA-R っていうのはここの小括行の中身がマイナスだと財務レバレッジっていうのがマイナス方向に働くことになりますんでねだからここの小括行の中身がプラスかどうかっていうのが問われてるんですよこれってね小括行の中身がプラスかどうかが問われてる だから ROA と負債の利子率っていうのを計算しないといけないんですよ厳密にはねだからまあこんなことやっていかないといけないんで単純に計算項目が多くてめんどくさいんですよあまりめんどくさいめんどくさいって言うと怒られちゃうんですけども、まあ、この総資産の営業利益率 ROA 計算するとこちらで負債の利子率計算するとこちらですとだから ROA の方が負債の利子率を超えているんで、まあ、どんどん借金した方がね ROE の上昇 に寄与すると、まあ、そういういに考えられるわけですよ A 社 B 社 B ともに財務レバレッジはプラスの方向に作用しているとでそれが作用する程度ですね、まあ、負債の割合っていうのはどっちが大きいかっていうと、まあ、これは A 社の方が B 社よりも負債の割合が大きい、まあ、実際に財務レバレッジっていうねこちらの指標を計算してもらってもいいですし別に負債比率を計算してもらっても構いませんしどっちを計算しても構わないんですけども A 社の方が 負債に依存している割合が大きいので、負債の依存度っていうのが大きいので、A 社の方が財務レバレッジっていうところが大きい、プラスの方向に作用する効果は大きいですよと、ここの小さいっていうところが誤りですと。はい、で、最後の選択肢の A、これが計算項目かなり多いですね、売上高の経常利益率、まあ、これが A 社、B 社、それぞれ前期と当期の、ね、計算を行って、 前期から当期にかけて A 社と B 社の差は縮まったわけですよ縮まった A 社はね経常利益率が悪化して B 社はこれ改善してるんで両者の差っていうのが縮まってるんですでその両者の差を縮めた主たる要因っていうのが売上の減価率に求められるっていうふうに言っていて、まあ、それが合ってるかどうかの正誤判断が問われてるわけですけどもまあそのことに関しましてはもうこれ一個一個ね検証していくほかないんですよねこちら まあ一応、売上高の経常利益率を計算すればね、あのー、ここの一分は合ってると。0.6ポイント A 社は悪くなっていて、0.7ポイント B 社は改善していると。で両社の、ね、この差っていうところはだいぶ縮まってますよと。はいまあ、縮まったって言っても結構開きありますけどもで。この両社の差を縮めた主たる要因としては、この売上の減価率を求め,るとは求めればこちら。A 社は、ね、0.7%悪化していると。 B 社は特に変わらないい横ばいですとで次に売上高反感比率これ A 社は0.4%改善して B 社は0.5%改善しているっていうことなんで、まあ、これも一応ね A 社と B 社の利益率の差をね縮めた一つの要因ではあるんですけどもただまあここはねほとんど差がないんでね売上高の反感比率に着目するのはこれは間違いだってことになります。で残りの 売上高に対する利子率についても計算をしていただいて同じ要領で計算を進めていけばいいですね、うん、すいませんちょっと今資料をなくしたんですけどえっとあこちらですねすいません、まあ、売上高の支払いの利息率ですね、まあ、これ計算すると A 社っていうところはこれ前期から当期にかけて0.3%悪化していて B 社は変わらないということなんであのやはりね見ていくと売上の減価率の A 社の悪化というところが両社の差を縮めた一番の大きな要因だっていうふうに考えられますからまあ選択肢の A は正しいということがわかりますはい非常にまあ計算項目が多いですねで次の問題12見ていきたいと思いますけど問題12 CVP 分析の問題で、まあ、こちらねいくつかやり方はあるのかなとは思いますおのおのの、ね、好きなやり方を採用してもらうといいかと思うんですけれども、まあ、一応一例としてこちらですねあの回答プロセスを載せています、まあ、簡単に初めにデータの整理をしているわけですけども、まあ、A 製品の販売数量っていうのは、まあ、これ10万個っていうところが確定している状態ですちょっと変わった問題なんですよね A 製品と B 製品2種類出てきているんでね、まあ、これはセールスミックスを一定と考えて分析をしていくのかなっていうふうに思いきやねもう A 製品の販売数量とか売上っていうのは事前に確定しているんですよだから B 製品の売上っていうところを変動させて、まあ、損益分岐点っていうのがどこなのかっていうのを探っていくんですね A 製品の販売数量10万個なんでこれに1個当たりの貢献利益単価を上じてあげれば1300円を掛け算してあげれば この13万1,000円っていうのが求まりますんで13万1,000円固定費25万から13万1,000円を引いた残り12万1,000円を B 製品の貢献利益で回収できれば損益分岐点に到達することができるわけですよねじゃあこの12万1,000円 B 製品で貢献利益を獲得しようと思ったらどうすればいいのかっていうと何個売ればいいかっていうと1個あたり B 製品の貢献利益は500円なんで 500円で割り算してあげれば24万個というのが求まりますからこの24万個に1個あたり2,500円を掛け算した B の売上高と A の40万の売上高を合算した100万っていうのが損益分岐点とということになりまあ、はい、あるいはねこの12万を貢献利益率 20%でで割り戻しててて売上げを求めてあげてもいいですよ。12万割る ÷20% で60万千円それに40万千円加えれば100万っていうのが求まりますから、まあ、いろんな計算のやり方はおそらくあるかなと思いますんでねここに示したやり方よりももっと賢いやり方はあるかもしれませんね。はい、で次に、 目標総資本経常利益率10%を達成するときの B 製品の製造販売数量を計算しなさいと、まあ、求めたいね B 製品の製造販売数量を文字式使って表していくでまずねこの経常利益っていうのを文字式使って表すとこの B 製品の経常利益っていうとあ B 製品の販売数量 B って置いたときの経常利益としてはこの A 製品は1300円 ×10 万個でこれで A の貢献利益が求まりさっき求めましたけど13万千円ですね これに1個当たり500円の貢献利益に B の販売数量を掛け算して合算すれば全体の貢献利益が求まりそこから固定費の25万を引いた金額がこれが経常利益の値ということになりますね特に営業外の項目はないんでねこれが経常利益ということになりますでこの経常利益をまた別のアプローチで表していく それがこのイコールイコールになりますけれどもこの小括弧の中身が総資本を表してますね総資本この26万1000円っていうのが A 製品の売上四40万の時の変動的資本ですもう A の売上は40万で確定なんでねこの26万の変動的資本っていうところも確定ですで次に B 製品の変動的資本っていうのは、まあ、これはもともとね 60万の売り上げの時に24万が変動的資本なんで変動的資本率としてはこれ40%なんですよ。万万割60万で40%。B 製品の売り上げに40%を掛け算した数値が B 製品から生じる変動的資本なんですね。だから1個あたりの販売価格2,500円に販売数量 B を掛け算した B の売り上げに変動的資本率40%を掛け算し。 この A 製品の変動的資本と合算してね全体の変動的資本が求まるそこに固定的資本この流動資産のうち工場有高の2万と固定資産の23万の合計25万ですね固定的資本っていうところを加えてあげればこの小括弧の中身が総資本を表すことになります総資本の10%が経常利益になればいいわけですからこの全体に10%を掛け算したもの、まあ、こういう形で経常利益を表して PL から経常利益を表現した場合とイコールで結んであげれば B イコール42万7,500個っていうのが求まりますよとよろしいでしょうかで次のところ今度問題13見ていきたいと思いますけど問題13は予算管理からの出題ということで。 案についてはもうねね。典型的なひっかけです、ね、費用予算については過少見積もりではなくて課題見積もりですね費用を多めに計上する部門予算案っていうのを提出する時に費用っていうところを多めに載せてね提出することによって、まあ、目標達成っていうのを容易にしていく、まあ、それが予算スラックの形成ですよね予算というね目標達成っていうのを容易にするために予算スラックっていうところを形成するわけですから 費用予算に関してては過大な見積もりりを行っていく必要性がありますよともう過去に、ね、何度もここの課題と過小の入れ替え問題っていうところは出されているんで、まあ、これも過去問やってれば、ね、即座に整合判断はできるとまた選択肢の上製造部門を、ね、プロフィットセンターとして業績管理行われることはないと言っていますがそんなことはないですね、まあ、これもねあのテキストで取り扱いましたけど製造部門に対して利益責任を課すってことはあるわけですよ まあそれは利益動機から来るる、ね、製造活動を促すいいう狙いがあるわそれは要はモチベーションのアップですよね製造部門に利益責任を課そうと思ったら販売部門に完成品を振り返っていく時に売上が計上できるように内部振り替価格をね設定する必要性はあるんですけども、まあ、内部振り替価格を設定して製造部門でちゃんと売り上げが立つようにしてあげれば、まあ、利益を計算することができるんでね。 でその計算される利益っていうのがいくら改善されるのか、まあ、それによってね、製造部門の業績管理を行っていくっていうことはあるわけですよ。でなぜそんなことをするのかっていうと、さっき言った通りモチベーションのアップですよね。モチベーションのアップ。まあ、製造部門っていうのはね、基本的に原価をね、いかに抑えるかっていうところを使命として持っているわけですけれども、その自分たちが原価を下げた結果が利益という形で可視化されていけばね、 より頑張って原価管理活動に取り組んでいこうっていう意欲が湧いてきますんでね利益っていうのは会社に対する貢献度なんで自分たちの活動が利益という形で可視化されることによって今後も、ね、しっかりと原価管理をやっていこうっていうそのモチベーションが上がってくるわけです、はいまあ、そういった話がね思い出していれば問題13についても特段は問題ないのかなと思いますで次問題14 原価管理ですけど、まあ,あといえば特に問題のない選択肢でうと絵が誤りまあ、ちょっとウについてはね。あのもしかしたら気づきづらいかもしれないですね。この原価規格っていうのは、目標原価の水準まで見積もり原価を引き下げるっていうのが正解ですよね。これは規格とか設計段階におけるね。原価管理活動なわけですから、まだ実際原価は発生してませんからね。まだ製造活動に至る前なんで。 だからここは実際原価って言葉が出てくるのがおかしいと見積もり原価っていう表現じゃないとおかしいですよとまた選択肢の A、まあ、短期的なっていうふうに最後書いてますけども原価規格というのは短期的なそういったね利益管理の活動ではなくて中長期的な利益目標っていうのを達成するための原価管理活動ということになりますからね短期的なという表現が誤りだとはい。 ちょっとまあ難しいですかね正当可能性こうとはしてるんですけどまあちょっとよくよく考えてみるとこれは宙にね下方修正してもいいぐらいかなとは思いますはいだからまあ原価計算の方でね1問ミスって、まあ、管理会計の方でもこの1問ミスるっていうのはまあしょうがないのかなとただまあこの2問でやっぱりとどめておかないとねあの目標点数を超えるっていうのがちょっと厳しくなってくるのかなとは思いますんでねなんとかやっぱり8分の6はね欲しかったかなとは思いますはい で次の問題15 ABC、選択肢の「あと「A」が誤りで「A」については機械の運転時間や創業度関連のコストドライバーを ABC では使うことがないと書いていますけれども使うことありますよ。まさにここに出てくるようなね製品単位レベルの活動原価っていうのを原価計算対象に対して割り当てていく際に創業度関連の基準っていうところ、まあ、創業度関連のコストドライバーっていうのを使っていくことがねありますんで。 用いいいるるこここととととははななすす、ね、ちらの記述は誤りということになりうにますまた選択肢の ABM について問われてますけども、まあ、ABM ではこの活動不可価値活動と非不可価値活動に分類する活動分析とそれらの活動量を決定する要因を識別するコストドライバー分析この2つのみで、ね、構成されると言っていますが、まあ、これ違いますよね ABM っていうのは3つの分析で構成されていたわけですよ。 もう一つ業績分析っていうのがありましたからねこれも基本中の基本ではありますね ABM っていうのがどういうものか分かっていてね活動分析コストドライバー分析業績分析っていうこの3つを頭の中に入れることができていれば即座に整合判断はできる問題となります。はい、で最後問題16、まあ、これが一番難しいかなと時間内にはとても解けないと思います。 まずはじめに何が問われてるかね論点がわからないと思うんでね、まあ、これはさっきもねあの冒頭で申し上げましたとおり最適セールスミックスの決定問題となっています、まあ、加工部門と検査部門っていうのがあってそれぞれ上限の作業時間っていうのがあってこの販売可能量の上限 A 製品 855B 製品855とありますけど、まあ、これは販売量の上限なんで まあこの855個販売しようと思ったら、まあ、これ割るるることのをしてああげた数量、ね、作る必要性があるんですよ終点で不良品っていうのが発生することになるんでね855個販売しようと思ったらもっと作る必要性があるんです、まあ、別にこの855をねそのまま使ってあの加工部門と検査部門のねこちらの作業時間の上限っていうのが 共通の制約条件になっているかどうかを確認してもらっても特に問題はないんですけども、まあ、より厳密にやっていくとするならば、この855個をね、販売しようと思ったら、それよりも作らなければいけませんので、855を1-10%で割り戻して、まあ、何個作る必要性があるのかで、その数値に基づいてね、共通の制約条件、それが何なのかっていうのを確かめる作業から入っていきます。 ま結論としてはねこちら加工部門の作業時間と検査部門の作業時間っていうのは必要なね製品のその MAX の販売数量っていうのを確保するための生産数量ですねそれだけ作ろうとした時にどちらのね作業時間っていうのも足りないということになりますんで加工部門の作業時間と検査部門の作業時間は共通の制約条件になっているってことが分かります。 でこの時にはねいきなり線形計画を適用するんではなくて一旦ねこの各共通の制約条件間で優先すべき製品が変わらないかどうかっていうのは必ずチェックする必要性があって製品 A と B のこれ改善案っていうのを採用する前のね貢献利益単価っていうのを求めてもらうと A は2万4000 B は2万円ですでこの2万4000と2万っていうところをそれぞれね 加工部門の作業時間で割り算して1時間あたりの貢献利益を求めていただくと加工部門に着目をすると製品 B の方を優先的に製造販売すべきであるというねそういう結論になります1時間あたりの貢献利益は製品 B の方が大きいと反対に検査部門に着目すると1時間あたりの貢献利益は A の方が大きいということになりますんで、まあ、この 共通の制約条件間で優先すべき製品が異なるんで最適セールスミックスを決定するときに線形計画を適用する必要性があるわけですけどもこの共通の制約条件となっているものをね文字式使って表していけばよかったわけですけども A 製品の製造数量 AB 製品の製造数量 B っていうふうに置いてあげて加工部門に着目すると A は1個当たり1.8時間 B は1個当たり1.2時間なんで 1.8a+1.2b で合計1,728また検査の時間に着目して a は1時間 b は1個当たり1時間なんで a+b=1,200 っていうね、まあ、この連立方程式を解いてあげればね a と b それぞれ480個と720個っていうのが求まりますんで,でこの時の営業利益を計算すればこちらになりますよと1,016万っていうのが求まります。 で次にこの改善案っていうのを採用した後のセールスミックスですね改善案採用後、まあ、改善案を採用すると加工部門のの作業時間っていうのが短くなるんですよねそれに伴って製品 A と B の変動加工費の金額も変わってくるわけですけどもまた同じ計算を再度やるんですよこの改善後の貢献利益単価っていうところを求めてあげてでこの単価を使ってね 同じように共通の制約条件間で優先順位が変わるかどうかっていうのをまず判断する必要性がありますで結論としてはねまたさっきと同じように加工部門に着目すれば製品 B 検査部門に着目すれば製品 A を優先すべきであるっていうここの結論が変わらないのでまた再び線形計画を適用する、まあ、こういうね連立方程式を作ってこの方程式を満たす A と B を求めれば A が880個 B が 320個というのが求まりまりでこの数値を前提にしてまた営業利益の計算っていうのをこのように行っていけば2080万円っていうのが求まりますんで先ほどの改善案を採用する前の営業利益との差を取ってあげれば1064万円っていうのが求まりますと。 まあ回答の、ね、流れっていうのをこういう,こう,いうふうにねかいつまんで話していけばそんなに時間はかからないように感じるかもしれないんですけども、まあ、実際にこれをねやっていくことになるとまあ十何分はかかるかなと思いますんでねなかなか1回でねすんなりと解答前たどり着けないと思いますし、まあ、これはもう正解できなくてもしょうがない問題かなとは思いますはいよろしいでしょうか またまあ詳しい、ね、解説なんかは解説冊子の方をねをご覧になっていただければいいかなと思いますのであのそちらをまた参考にしながら、ね、復習の方を進めていただければなとは思います。はいまあ、これで一応、ね、まあ、公表と解説の方は以上となりまして、まあ、管理会計は、ね、冒頭でも申し上げました通り、まあ、やはりまあ難しい科目であることは、ね、変わりはないんですけれどもただ、まだ、ね、あの前回の試験とかに比べてみると 少しは良心的に作られていいると言いますか、まあ、早い方でもね時間制約はやっぱり厳しいとは思うんですけれどもただまあ解ける問題っていうのも中にねあの結構含まれているというところで、あのー、まあ前回試験に比べてみるとねまだ平均点とかもねちょっと高めにね、まあ、今回は出てくるのかなとは思いますから。 ま,あ今回ね、またできた方できなかった方ねそこは明暗分かれるかとは思うんですけど、まあ、これぐらいの試験レベルの問題であればねあのまだその具体的な対策っていうのをね何か講じることはできるのかなとは思いますんでねあの今回ね点数としてはあまりその50点とかも取ることができなかった方に関してはねあのまあ全体のねその点数次第ではあるんですけども、まあ、結果的に管理会計がちょっと足を引っ張ってねねもしねあの合格水準に達しなかったっていう方については、まあ、今後ねまた あの具体的な対策っていうのをねあの、ご相談していただければなとは思いますんでね、いろいろとあの個人個人にね、改善提案は、これぐらいのレベル間の問題であればね、私の方からもできるかなとは思いますんで、あのぜひね、試験後の相談会とかもやっていますんで、そちらの方を活用して、あの気軽に電話相談とかね、予約を入れていただければなと思います。はいまあ、それではですね、本日のこの管理会計論の公表と解説は以上となりますので、えー、皆さん、本日はお疲れ様でした。